能登町にある能登高校では始業式が行われました。中には香川県から水産業を学びに来た留学生もいました。能登高校は昨年度、高校生の地域留学を推進する内閣府の事業に採択されました。高校2年生が1年間在籍校から能登高校に留学し、能登の里山里海の中で学校生活を送ります。今日の始業式には香川県の高校から水産業を学びに来た高砂信明さんの姿がありました。地域未来留学で能登高校があって、そこで水産科があって、もともと水産科を学びたくて、で大学を水産科の大学に行きたくて、その前の第一歩として水産科を学びに能登高校に行きました。できれば魚の研究みたいなことをしたいと思ってます。高砂くん、なんか最初来た時はちょっとおとなしめな性格の子かなと思ったんですけど、結構割となんかグイグイ来る感じで、お友達もたくさんできそうな性格だなと思ってます。能登はやっぱイカが有名なので、イカの駅とかもありますし、そこら辺を見ていただいたりとか、その能登の産業とかも勉強していただいて、たくさん学んでほしいなと思ってます。